ヤッホー YouTube。 さあ始まりました。今日もコム、うわここしか見えない。今日もやっていきましょう、ヘアスタイル解説ね。今日は女優さんやっていきます。こちらの方、そう、黒木華さん。今ドラマとかでね、すごい大きなボンバーヘッド出てるけど、黒木華さんの今回はそう、これのボブヘアの解説。解説っていうか、黒木華さんみたいに卵型で丸っこくない人、そう、顔ちっちゃいけどどちらかというとバランス的に面長の人で、なおかつ細い毛で猫っ毛、こういう人の場合は本当にこういう花さんみたいな髪質、ボブヘアはいいと思います。何が違うかっていうと、やっぱりこう柔らかいからボリュームが出にくいんだよね、上に。で卵型だからこう落ちちゃうっていう人は、下にこうボリュームを持ってきて、下の部分で内巻きにしたりとか動かしたりとかっていうスタイルはすごい理にかなってます。面長の部分も横広がり、要は髪型、髪質いったら台形っぽくするんだよね。台形っぽいような、ここの A 型ライン、 A ラインみたいな感じのボブにするっていうのはすごい理にかなってると思います。この卵型をなくすっていう感じでね。でこういう方は僕はおすすめするのは、巻いてできる人はいいんですけど、パーマを毛先にかけてると動きが本当特に出やすくて表現がしやすいと思います。こっちの時とか耳にかけたりとかした時に、下にこう動きが出やすかったり、だから中間からこう動きが出やすいようにして、あまりこう強く巻きすぎないでね。ってするとこういう猫毛の人ってどっちにも分けられるんだよね。分けられる、まあつむじの位置にもいるんだけど、基本的にはどっちにもこう分けられたりとか軽くできたりとかして、分け目と反対方向にすれば少し立ち上がりもできてきたりとかするので、僕はすごいおすすめですね。こういうちょっとそういう多毛型だったりとか猫毛だったりとか細かったりとかって悩んでる人には。で毛先だけパーマ巻いとけば、基本的にいつもこうムースとか、ムースじゃなくても今はオイルとかかな、でオイルとかだとベタって落ちちゃうから、ムースとか柔らかいものつけて乾かしてあげて、もうあとは自然にこう耳かけたりとかして動いた、ランダムな形、無造作な形でやってあげると、一番髪のダメージも与えずに、髪のその弱点だよね、細かったりとかボリュームが出なかったりとかっていうのを省きやすい感じのスタイルなので、そういう悩みがある方にはすごいいいスタイルだと思います。パーマやってる方も多いと思うんだけど、そういうパーマかけるときは少しだけ段入れてあげて、あんまりこうワンレングスペースはダメだから、上だけ、鉢植えだけちょっとボブでレイヤーを入れてくださいって言って動かしてあげるようにして、パーマ巻いてあげると、この辺にボリュームが出やすいから、顎ラインというかこう鼻から顎のラインにね。なんでそういうのは結構人気なので、やってあげてもいいと思います。そうで、ちょっと余談になるんだけど、これ今ドラマでやってるこのスタイルね、このスタイルはまあボブからちょっと伸ばした感じにはなるんだけど、基本けどボブベースのちょっと長めからレイヤーを、今までのようなちょっとこうほら軽くレイヤーを入れていってたけど、これはしっかりと全体的にレイヤーを、ボブベースで上の毛をバーって全部短くしてあげて、それに対してこうやってぐる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 少しずつ少しずつ巻いていくと、こういうちょっと可愛らしいというか、まあドラマだからねできるかもしれないけど、こういうパーマというか動きになります。顔周りもこう寄せてきてね、顔周りにちょっとね強めにレイヤー入れてあげてもいいかもしれない。これだとこのね扇風機に当たってる時なんかもそうだけど、前髪をちょっと長めにしてちょっと大きめなパーマとかでぐる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 巻いたりとか、これ多分コテだと思うんだけど、コテでレイヤーしっかり入れてあげると、こうちょっとね猫っ毛だったりとかこうボリュームが出ないっていう人も、レイヤーを入れてあげることによって髪が落ちる位置が変わってくるから、ボリュームが出やすくなって、しかもくる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 って巻くと動きがどん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 出やすかったりとかして、より花ちゃんでさっき言ったようにこう卵型で細長いけどこう丸くしてあげることによって、よりそれが強調できないよね、しないような形になるよね。普段やるやらないとは別として、理にかなっていることは理にかなっている、丸く見せるっていうか、だからこれ見た時にやっぱり花ちゃんが、春さんがこう
卵型卵型っていう印象というよりかは丸っこい印象に見えるでしょ。そういう理にかなってるようなヘアスタイルでもあると思うので、まあここまでしなくても要はレイヤーを入れて高さを出したりとかでバランスを取っていくと、その面長だったりとかっていうのバランス変わってくるので、その辺はもう猫っ毛だったりで細かったりとか卵型でちょっと悩んでる方っていうのはいろいろとそういうのも駆使しながらオーダーしてあげるといいと思いますので、ぜひその辺は美容師さんと相談してやってみてください。またね。